さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ朝賀です。今日のイカライフ動画はですね、こちらになります。メルセデスベンツのもうピッカピカですね、 SL63 になります。ちょっとプライベートカーなので完全にナンバーは隠させてもらいますけど、まあちょっとドナドナする前に急遽撮りますよ。これもいやーかっこいい。やっぱこのスタイル僕も個人的に大好きですよ、 SL63。 まあ SL は本当もうメルセデスを、まあ、G クラスと並んでもうバブル期にですね、まあ、S クラスとかも大人気でしたけども、もう 560SEL とかもう懐かしいですね、バブルの時。まあそのあもうその時と同じぐらいから日本でメルセデスで高級というところで言うと SL の存在がとても大きかったっていうのも、はい、あるかとは思います。でこの台になって、まあ、だんだん他にも魅力的なモデルであるとかツーシーターモデル、あのメース SAMGGT とかも出てきてですね、だんだんちょっとこの存在価値がですねなんか薄らいできちゃったなと。 S クラスの要はクーペカブリオレモデルもあるじゃないですか。で S クラスのカブリオレモデルはこれあの2プラス2なので4人乗れるので、でもこれツーシーターなのでとってもとっても贅沢なモデルですよ。このボディサイズを2人のためだけにこのオープンエアも含めて全部作り込むっていう、このしかもそれでハイパフォーマンスカーっていうのがこの SL63 の本質ですよ。フェラーリもだからその世界やってますよね。ポルトフィーノがやってますよね。昨日僕たまたまエンジンの大試乗会で乗ってましたけれども、だからそのポルトフィーノと値段も近いですよ。これで2300万、ちょっと2400万弱です。ポルトフィーノも2400万前後ですもんね。だからもうここがガチンコ勝負しているんですよ。いやー目つきもゴネッと鋭い。もうナンバー消すのめんどくさいからあんまり映したくないですけど、前がやっぱりかっこいいとこなので、でこれは SL63 に加えて、カーボンパッケージがついております。 AMG の170何万円ですかね。ここほらカーボンで、ここもカーボンで、ここもカーボン、ここもカーボンみたいな見た目、こんな感じです。いやーでこの台になった時に NA の 6.3 リッターはやめましたね。でそしてこれ V8 の 5.5 リッターのターボになりました。 V12 を積んだ、SL65 もありましたけども、今はこの63のみになりましたね。 5.5 リッターの V8 ツインターボという形で今はやっております。900ニュートンですよ、900ニュートン、コンチネンタルでサイズが255-3519、セラミックカーボンブレーキテカテカ、はい光ってます、こんにちは。はい、そして後ろはフロント19インチですけど、後ろ20インチのはずです。イケサイズです。もうポルシェみたいですよね。はい、285-3520、はい、この異形サイズでちょっと太くしたタイヤでもって FR ですので、これなので900ニュートンをリアだけで支えますので、後ろを太くして、うん、まあとは言っても、まあ、屋根空きで、まあ、ボディ剛性どうなんだろうとかトラクションどうなんだろうとかはちょっとあるかとは思います。はい、まあしかしこのスタイルかっこいいです。屋根開けたらもっともっと半端ないかっこいいですからね。トランク広いですよ、パチッとな、もうすべて電動です。ほら内側のこの蓋もこの状態で使うことも可能です。なのでゴルフバッグここにドーンって乗せることも可能です。でこれ動かないですけど、はい、もう電動ですよ、贅沢。このぐらいみんなちゃんと手でやりますって、みんなお金持ってる方々も、はい、要はこれをしないと屋根が閉まらないです。うん、開けられないって言った方がいいんだ。屋根を開けられないです。ここに収納ができないです。なので屋根を開けた時でもここ使えます。うん。じゃあこの屋根開けた時にここ使えるって言っても、こんな間口じゃしょうがねえじゃんって思うかもしれないですけど、後でお見せします。すごいんですよ、これギミックが。もうね、すごいんです。もうこの辺りも複雑でしょう、いろいろ機械が。で、これカーボンですよ、内側。すごい軽量化果たしてるんですよ、このモデルになって。この外パネルは鉄で、内パネルの部分をカーボンにして少しでも軽量に。これで8キロぐらいは軽量になってるって聞いてますけどね。まあ、順番でどこから行こう。エンジンルーム行きますか。さあ、
もうね、どこから紹介していいか。ちなみにもう今の車、最近はそうですけど、もうほらタイヤ分かります？もうすごいんですよ、このキャンバーが、タイヤがキュッてキュッて寝てるんですよ。もうすっごいコーナリングで耐えようって、踏ん張ろう、タイヤをキュッて踏ん張った横に傾けた方が、あのカーブでギュッとかかりますよね、ちゃんとタイヤ押さえ込めるので。はい、まあでもあまりタイヤ寝かしちゃうと、寝かしてるタイヤってそのまんまこっちにキュッて寝かしてるタイヤって勝手にこっちに曲がってこうとするので、どうしてもスラストがかかっちゃうので、スラスト力があるので燃費は悪くなりますけどね。はい、ドン、でかっ。でこのエンジン搭載値がですね、やっぱちょっと前ですかね、車軸ここです。車軸に対してエンジンはちょうど中央あたりですかね、はい、という搭載値になってます。なのでまあこういうのを、運動性能とかを高めるべく、 GT は AMG GT は専用設計にして、エンジンをフロントミッドもうより後方に詰めるようにという形で専用に作ってきたっていう背景はありますよね。なので通常パッケージですと、やっぱエンジン搭載値はこのぐらい前になってしまう、フロントヘビーになってしまうというのはもう仕方がないとこですよね。ジョナスレフナーみたいな、はい、が作ったの方が作ったんですね、エンジン。はい、さあ室内です。もうなんかね、ドアの厚みもすごいあってね、重厚な感じですよ。もちろんドアはこれでソフトクロージャーついてますよ。カチッ、ほらニュニュニュッ、はい、もうこれで閉まる。気密性もオープンモデルでサッシレスもちろんですけれども、でも非常に高いです。閉めてる時とっても静かですよ。このあたりはもう変わらないです、通常のメルセデスの状態ですね。 SL が大人気な理由がこれです。もうワンボタンでニューってシート動きます。で後ろに2シーターですけど、ここにちょっとした、今ちょっと僕のコート置いちゃってますけど、荷物室があるんですよ。ちょっと動画します。はい、ここほら、今車検証とか入ってますけど、ここにボックスがあって、これが使いやすいんですよ。でここにもボックスが、でドリンクホルダーとかもここにも、でもちろんこれ外せますよ、カチャッとロック外すと。いや、ここも質感高いですね。開けっぱなしで使ってましたけど、はい、この上も置けるのもいいですね。結構剛性もあって、ここちょっと反りがあるので、ここにバッグを置いたりとかがちょうどできるっていう、この後ろのスペースがあるのが SL はいいんですよ。で少しシートも倒し気味にも後ろスペースがあるのでできるのも特徴的です。ちょっとのんびりしてますけどね、電動、はい、もうしょうがないです。そしてあと室内で言うと、もうこれですよ、ほら天井青いでしょ、これマジックスカイルーフが特徴ですよ。ちょっともうこれ紹介乗り込みましょう、寒いんでね。はい、外は、はい、よっ、ソフトクロージャーついてバスンって閉めちゃった。エンジンはここです。最近この AMG もかかる時のエンジン音結構静かにもなってきましたね。まだまだ刺激的ではありますけれども。でちょっと今ボタン押します。はい、さあこれ今、まあ太陽がまあちょっと眩しいですけども直視できるぐらいですかね。まあさっきエンジン止めてる時の方がまだちょっともう少し暗かったですけど、まあこれもちろんあの紫外線も UV カットもしてますし、紫外線赤外線両方カットしております、もちろん。でこの状態でボタン押します。3、あこれちょっと引いたとこで行くと3、2、1、5、ボタン、ほらうわ眩しい、ちょっと眩しいから少し角度変えよう。はい、ほらすごいですよね。もう一回いきます。3、2、1、ポチッ、ほらブルーになりました。ほらガラッと変わりますよね。これがマジックスカイルーフですね。なのであの頭上の視界を確保しながら適度に眩しさとかを軽減してくれる。はい、じゃあ室内、IWC のあのメカニカルな、はい、アナログの時計がついております。まあこれもかっこいいですよね。でカーボンパッケージなので、もう全体も中もカーボンになっております。これ
これがすごい画期的なんですよ。今、BMW も8シリーズでこれやり出しましたけれども、もともとはメルセデスが最初です。これすごい快適です。やっぱオープンモデルで走ってる時に人が冷たいって思うのは、やっぱり手と、もう一つは首元なんですね。なので手はエアコンの吹き出し口とか当てたりもできますけど、で、シートもシートヒーター当てれますけれども、ここから温風を出して、首元を温めるとオープンモデルで冬でもすごい快適なんですよ。こういうのもメルセデスの心遣いで、そういうのが全部ここにあります。ボタン、シートヒーター、シートクーラー、これが首元のボタンです。首元のボタンもだから3段階調整、はい、で、はい、アイドルストップとかガリっていう、これが助手席用です。運転席用です。左ハンドルですね、はい、運転席用です。で、エアコンの調整は、なので、このあたりのユニットは、なので、SL は、もうこの、モニターも見てくださいよ。小さ、小さ、小さ。だから、やっぱ、台数が今、もう SL は出ないので、もう新規プラットフォーム系で、電装系のプラットフォームも、新しい状態では開発がされないですよ。なので、最新型で2400万とは言っても、うん、やっぱ苦しいところはありますよね。ほら、ちょっと寂しいんですよ。だからここをどういう風にメルセデスが、だから SL を最後はやめてってしまうのか、うん、まあでも SL ファンはすごく多いので、一応高級志向の方向けに残してはいるとは言ってますけれども、もう次はだんだん難しくなってきますよね。なので、この運転支援関連も、ここにカメラとか裏にありますけれども、少し後で高速でやりますけど、他の今の最新型の C クラスとか E クラス S クラスのやっていることと比べると、センシングレベルがちょっと1ランク下です。ハンドル支援とかも1ランク下です。まあそれはもう乗ってて、もうまあやったほど感じてきている、まあようなものですよ、ハンドル周り。まあだからこのあたりも、うん、だ最新型が、まあだから、うん、ちょっとだから全体的にまだまだ、はいはい、行きましょう。もう最新型はちょっとデザイン違いますもんね。まあこのあたりは、はい、もうこのモニターあたりを見てもパッとわかるかとは思います。まあでもモデルがなくなっていないだけ、まあすごくメルセデスの意向は感じますよね。ブランドからしてみたら、一世代前の、要はこの2400万の価格帯で高級志向の方に向けての車で、この一世代前のユニット系を使ってでもやっぱ残した方がいいって今踏んでいるモデルでもあるんですよ。でもその、ファン層、昔からのファンの方々は少なくなってきているので、もしくは S のクーペ、カブリオレであったり、AMG GT に移行してってしまっているので、AMG GT も要はコンバーチブルオープンモデルありますしね。だからああいうのにどんどん今移っているので、だから今後ちょっとどうするか苦しいとこですよね。僕は残してもらいたいですけども。じゃあ、ちょっとオープンにしますか。レバー引っ張るだけです。ワンタッチだけですよ。せーの、グッと。はい、窓が降りて、トランクが開いて、うおー、意外と早いですよね、これ。ポチッと押すと、ほら、後ろ、ウィンドリフレクターがパチッと立ち上がる。邪魔だったらどかせばいい。ポチッと。もう全部電動です。オーナーさん、私がやります、お任せくださいみたいな、そんな感じですよ。本当もう人がどんどんダメになっちゃいますね、こういう高級車ってわけじゃないか。はい、さあ注目はエンジン切ると、これ自然とウィンドリフレクターしまわれます。この状態ってさっきルーフがしまわれてるじゃないですか。じゃあ荷物出し入れどうすんだって言った時に開けます。でここだと狭いじゃないですか。だからほら、上がった上がった、ほら、すごくないですか。ここまで全部自動ですからね、今。荷物の出し入れしたりして、だオープンモデルのオープンの状態でもこれだけのことができるっていう。で、閉めます。はい。って言ったら、はい、ほら、まずは内蓋が、まだろっこしいなって思う方も、別にこのままほっといて車内乗って走行準備すればいいだけなので、はい。っていうものですね。ちなみに、AMG ですので、ここあたりは AMG の、はい、
でも今 AMG ってここにダイヤルついてますよね、このハンドルのところ。だからあの最新型には、進化してないです。だから一世代ちょっと前になっちゃいますかね、はっきり言ってしまうと。なのでスポーツ、コンフォート、レーシング、あとは足回りの硬さ、あと7速のこれ MCT って言ったっけな、この普通の7速オートマトランスミッションなんですけれども、通常あるトルクコンバーターをクラッチにしてるんですよ。なのでオートマトランスミッションなんだけども、ダイレクトシフトが可能っていうのが特徴でもあります。オートマトランスミッションでトルクコンバーターをクラッチにしてるなんて、だからそれを使っているのもこの車の特徴です。これなんだって、これバックするときに後ろ障害物が近づくとオレンジ色、赤色とかこれが変わるんですよ。ペロ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 って、右側の場合はこっちペロペロ、左側に障害物あるとペロペロペロって、はい、ペロペロじゃないけど、はい、前もこうが、右側の前側に障害物近づくとペロペロ、左側ペロペロって、はい、まあこれ他のメルセデスもそうですね、はい、じゃあ最後ちょっとエンジン音聞きますか。走行モード変えても、前は走行モード変えるとガラッと変わったんですけど、今そこまで変わんないですね。じゃあ走り行きましょう。はい。